盗まれたのは水道の蛇口や配管です大町市では金属類が盗まれる被害が相次いでいて住民や市の職員は頭を悩ませていますこちらの集会所のトイレの水道なのですが蛇口もありませんしその下の配管もなくなっています 盗難が相次いだのは大町市八坂地区です。市によりますと、先月中旬から下旬にかけて公民館など3カ所で被害が、水道の蛇口10個と配管2本など金属類が盗まれました。配管がここからこうずっとこう入って、でここに蛇口があったんだけど、で下の配管まで持てちゃったから、 下集会所の被害は蛇口や配管だけではありませんここに給湯器があったんですよで給湯器があって全部こうつながってたんですがこの蛇口から給湯器からその全部配管も全部持ってかれちゃったんですね侵入経路は外から見える簡易案見えるんですがここを小物 多分ガラス切る機械でこ切ったと思うんですよね。それで、はだいて上げて、こっから中に入ってる。警察も足跡が全部靴の跡があったと言ってましたので、はい。被害総額はこの集会場だけでおよそ十万円に上ると言います。やっぱりびっくりだけですよ。まさかあのね持ってかってじゃあなんて思ってなかったから、最近の犯罪は大胆じゃないですか。 だから余計怖くなりますね同じ時期に、市が管理する施設でも、同様の被害が相次ぎましたこちらの今、ついている2箇所の蛇口が取られていたのと、あと、こちらにも蛇口ついてまして、こちらもなくなっています普段通りの利用ができないっていうところは、非常に残念だなというふうに思います。 大町市では6月宮崎地区の公園で蛇口12個を盗まれる被害もありました全国各地で相次ぐ金属類を狙った盗難私たちにできる対策とはあの金属棟に関しましてはここの家でないとダメっていうことがないんですね 口の上だけを外してお家の中に入れといていただいて、使うだけ,だけつけていただくとか、ネ、ね、ジ山を壊すとか、そういう感じで簡単に外されないようにしていただくのも一ついいかと思います市や警察が、施設の定期的な見回りや、防犯器具の設置などを呼びかけています。